見てなかった。わかんないけど、俺みたいにさ、ネット長い間やってるとさ、もうさ、空気とかさ、そういうなんかリスナーのコメントって入んないんだよ、正直。ただ、やっぱ慣れてない人はこれね、そういうの入っちゃうんで、仕方ないんじゃない？この時は二人が付き合ったらないよ。え、その、なんか、のんちゃんさんはもう完全終わったんじゃないですか？うん。だからもう8ヶ月くらい別れようと思ってたからね。あ、ゆうかさんとか。うん、そうだよ。あ、そうなんですか。俺はね、もう最近ずっと元気ないじゃないですか。ね、でもゆうちゃんとこの前コラボしたらちゃうんだけど。あ、本当ですか。うん、ね、あいことかもちゃくと、うん、楽しかった。最近何回か会えてよかったです。今日も会えたね。そうね。なんか一回会った人とかって割とよく何回か会えますよね、割と。ちょうど私も新宿のところに泊まってるから毎日。あ、沼津郎ありがとうね。請求ありがとう。びっくりした、みてなさんかと思ったらびっくりしたみたいな感じで、びっくりした。あ、どうもこんばんは、いらっしゃい。ゆいがさんは、ちょっと一つ聞きたいんですけど、なんか相手を投げてくれる花火師さんに誰々と絡むなって言われたら絡まないか、どうですか？ノー。あ、絡む、うん、あ、じゃあリスナーさんも知ってるってこと？一人だけじゃないです、リスナーって。いや、もちろん、うん、相手を投げてくれる人間が一人でも他の人間が投げてくれるじゃん。そんなの関係ないんじゃない？一人にコントロールされてくれない。でも確かに気にないですよね、うん、私初めてこの間あるリスナーさんからちょっと言われたから。そんなことやったら気にないよ。自分でやりたい放送ができないし。まあ確かにそう、それはそうですよね。だからその時はコラボを見ないようにするとかにしてくれれば一番いいんですよね。本当にちょっとそれでブロックされちゃったんですよ。初めてこんなこと見た。あ、見たんですか。見たんですか。見たんだ、知らなかった、コメントなかったから。カズって言ったって。あ、そうですね、そうですね、そうですね。あ、知ってたんだ、うん、夜中放送ですか。夜中いるのか。俺もいろんな放送見てるからね、一応。いやー、でもやっぱりそれはもうね、やっぱ考えたんですけど、でもね、やっぱやりたいようにやりたいかなって思ったんです、考えたけど。で、だから今200人いて、200人の意見聞いたら、どれか立てようと思ってもどれか立たないのもあるよ。誰かと絡めっていうのもいれば絡むっていうのも。もちろん、それは無理だよ。何を実践するのか。でも初めてのケースは花火師さんで言われたのは初めてだったんですよ。だからちょっと、あ、じゃあした方がいいかなと思ったんですけど、やっぱりタヌキとかキツネだったら無視してますよ。こんばんは。あ、ありがとう、ありがとう、さっきかわいい、ありがとう、お疲れさん。でもよかったよ。俺が今日ね、はい、YouTuber 来てて、一人で来てたら、一、はい、人だからね、ここね。私のことですよ。私のせいですよ。ゆうちゃんがだから、ね、はい、放送を気づいてこうやって来てくれたからよかったけど。あ、どこで飲む予定とかなかったんですか？なかった。新宿来て、誰か適当にいるからだ。ああ、そういうことか。新宿フルートできないから。ああ、じゃあお互いにちょうど、よかった。タイミング良かったですね。今日、誰かいるかなと思ったんですけどね。昨日、今日、ちょっと、ゼロワンとかいないみたいな。いや、一人でいたら、俺多分マンションが、マンションのアパートから飛び降りてるよ、俺、ほんとに。怖っ。ほんとに俺、初めてこんなにね、病んだの。俺、最近やりすぎですもん。すげえポジティブだけど。今日すっごい顔で放送して、お通夜放送だったから、もうお通夜じゃん、みたいな。そう、俺お通夜なのにみんな盛り上がるっていうさ。いや、でもまあ、なんだろうな、なんか設定やってたんですよね。ん？設定、まあやってます。いや、だってそれはしょうがないと思いますよ。別にいいと思うけどな、私は。まあ、設定というか、うん、ダメとは思わない。どうしても、その、ね、前の彼女と、はい、まあ、のんちゃんの時期が付き合ってるのは被らないけど、うん、はい、関係が被るから。でも、のんちゃんはのんちゃんで別れようと思ってたし、で、新たな恋が始まるっていう感じだったから。そうすると、ね、前の彼女が叩かれるだけだから、それを避けたかったんだ。そういう理由があったんですよね、俺は、ね、うん、でもまあそれでね、もう俺叩かれる流れは仕方ない。でもそれはその元カノさんを考えてやったことですもん。まあ俺はね、それ優しいですよね、ゆうがさん。そんな叩くことないよ。まあでもそれはいいですよ、叩かれても。いやいやいや、叩かないでほしい。
相手を思ってやったんだから、それを分かろうよ。みんなもネットだからこうすぐこうやって叩くけどさ、そういうの嫌い。まあ、のんちゃんからしたらね、ふざけるんだよね、確かに。ただ、のんちゃんとは終わらせようと思ってたからね。リーちゃんとゆいが賛成、いいね、よくよくちょうど年齢倍違うもんね。何歳でしたっけ。だって俺42だから。あー、42か、私が21なんで。でも今年もう2月になったら22なんです。あ、そっか、22なんで。でもそれってでも2人の問題だから、みんなのどうこう入る問題じゃなくちゃ。そんなにさ、そんな言わしなくていいんだよ。役としてまあ後役だな、ミジアンね。あ、ありがとうございます。まあ、僕のことをあのいろいろ言ったりとかしても無理よ。あ、付き合おうって言ったのは俺よ、21号、その通り、うん、あの告白されたのは僕なので、最初にそれをずっと待っててくれたんでね。お父さん、あ、ナイスって言ってください。